さあ始まりました、東京亭さんのオフィシャルチャンネル、よろしくお願いいたします。お願いします。あら、どうした。ということで、本日はあらルックブックダウト、来ました。ルックブックダウト、はい、何でしょう。ルックブックっていうのは、まあ、ファッションです。まあ、なんというか、まあ、ざっくり言ったらね、まあ、元読も、はい、で一応大倉志門師匠ともね、はい、あの共演させていただきまして、 LINE も交換したんだよ。交換しまして、でも、はい、本当に読も界のスターになりつつあるタケルが、はい、今から月から日の、はい、こうファッション1週間を撮ってほしい、うん、で出てきてほしい、はい、それ見てその中に明らかにファッション的におかしい服を選んで出てきてください、うん、なるほど。だからダウトを作ればいいのね。それを俺が当てるから。オッケー、何個でもいいわけ。それは何個でもいい。わかりました、やっていきましょう。はい、まず月曜日って言いますね。いや顔なんですか。いや童貞じゃん。童貞が来たぞ。童貞だ。用途少なバックにしちゃう。いやでもこれかっこよくない？俺これ好きだけどな。フィジーク観点から見るとめちゃくちゃおしゃれ。でもマイナスするポイントがないんだよね。いや何その顔。あ、童貞でした。俺が今のファッションしたいぐらい俺はかっこいいって思ったんだけど、俺これはファッション的にはもうマイナスするポイントがないと思う。顔なんなんだろうね。あ、ちょっと可愛い感じ気取ってる。足太、足が丸太みてえに太いじゃねえか。これないですね、俺からすれば。だって服が全体的にゆったりすぎるし、マリン感が強いよね。開閉感が強い。2012年のドクモっぽい感じがして俺は好きじゃないな。悪口言って帰ってた。悪口言われたから帰ってったみたいになってるわ。この曜日はダウトです。絶対にない。こういうファッションは多分ありえません。ほーほう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 。なんでそんな顔すんの。七五三じゃん。ちょっとでもおじさんが過ぎんのかな。いやどうなん。いや悪っ、差し色の迷彩が俺はちょっと気に食わん。むずー、こっちこれキンモ。わかんない、タケルの顔のせいもあんのかな。あれを例えばさ、モコミチが着てたらさ、かっこいいじゃん。今のファッションも多分違うと思いますね。ファッション的には多分罰だと思います。ちょっと待って、カジュアル軍曹ねえ、ブカタンじゃ。俺らが昔千葉テレビでやったブカタンのカジュアルバージョンだ。擬人化した不思議花みたいな感じだった。え、これありえる。これ臭すぎない、少し。毒もになれなかったやつ。いやちょっと待って、マジで。いや現代に現れたスナフキンって感じがして、俺は好きだったの実は。ただ緑すぎるっていうところだけ。メンズノンノのそのフリーの若手みたいな、頑張ってますみたいな、デレロンみたいなエントリー制のメンズノンノンの感じがしたの。すごくエントリー制のメンズノンノンの感じがしたから、俺はあると思うなこれ。いやなんかね、あのファッション性をすごく感じた。一個前のやつはただ服を着てた感じがするの。今回は服を着ようとしていた。このニュアンスの違い。服に着られていたのがさっきの、今回は服を着ていたから、多分今のはファッション的に OK です。トップガン、マーベリック。待って、俺これ超好きなんだけど。
めっちゃかっこいい。中見して、中ちょうだい。ん、ちょっともうちょっと開いてちょうだい。ベトチャラバース、完全にこれめちゃくちゃいいんだけど。呪術廻戦おにぎりの具叫んでください最後に。ツナマヨ、ツナマヨだって。ツナマヨって言って出てた。ちょっと待って、めちゃくちゃかっこよくない？火の打ちどころがない男が見てかっこいいと思うファッションを体現していた彼は。今すぐにあの服を買い取りたい。120点です。これはさすがいいんじゃない？これちょっと待って未来から来たね。未来人だよね。なんか中がさ、ベルサイユのバラみたいな感じで、オスカルみたいな。何これ、中見せてください。形容できないよこれ。何こいつ書いてた。ん、あの服を着るにしては太りすぎてるよね。今のはファッション的におかしいです。衝撃度があるんだ。出てきた瞬間におかしいと思ったもん。ってことはおかしいんだ。罰です。むずー、むずー。香港のベックだよね。香港のベックやってんだよ。え、これおしゃれな気がするんだけど。あのごめん、マジで窪塚さんとかが下北系の雑誌でこれ見たことあるぞこの服。いやいや、これはねかっこいいんだよ。わ、めっちゃ、ほら、顔もすごく良くない？もう一回できるかもして、もう一回見る顔して、もう一回見る顔、最後で、最後、ほら、かっこよくない？直感を信じよう。出てきた瞬間に一番かっこいいと思った。窪塚さんが着てそう。大丈夫です。おい、お客様に人間の出口を見せるな。ということで、はい、分かっちゃいました。分かりました。はい、ファッション的に明らかにおかしいというものが3つありました、うん、なるほど。発表します。はい、まず火曜日、そして水曜日、そして土曜日、この3つの曜日が明らかに浮いていたし、どういうつもりですかっていう、服に着られてたっていう感覚が近かったかな。結果発表をお願いします。じゃあダウトの服を教えてください。ダウトは来い、火曜日来い。まず火曜日来たな。な、ゆったりだし、下もゆったりだからこういう服は合わせない。正解でしょ。まあサイズ感な、ゆったりゆったりだもんな。サイズ感が変っていうので、うん、大きい大きいはありえない。ほら、もう読み通りだよ完全にな。これはもう俺が完全に言ってた通りです。はい、まだある。あります。まだある。これ木曜日全身ミリタリー木曜日。え、ダメ？やりすぎ。ミリタリーってめちゃくちゃ難しいから、ミリタリーはもうそのなんていうの、ワンポイントで入れるのがコツなんですよ。それを全身で行くなんてありえない。ちょっと待って、水曜日、水曜日ってさ、あれは着たことがある。ごめん、めっちゃボロカスに言ってたわ。あれで高千穂に行ったごめん、ボロカスに言ってたわ。あれちょっとダサかった気がするんだけど。俺分かってないね、君たちが。まだ、え、ちょ、持ってきてんの？来た。もう体育の教師のオフなんだってこれ。体育教師のオフだってこれ。なん
か、タケルが、ええちゃんと切れられたんだけど。あとは土曜日が怪しいと思いました。タケルさん、まだダウトはありますか？終わりだ。ちょっと待って。終わりだ。あの未来人は、未来人はおしゃれだ。ちょっと待って、青つなぎ。終わりだ。青いやつ、青いやつ、そうです、あれはおしゃれです。すいません、今日は頑張るぞっていう日に来、今度局で来てきてよ。いいよ、多分結構みんながえってなるよ。いいよいいよ。いやもう芸能人なんてみんなわかるよ、あの良さが。松本さんに聞きたいですけど。あ、そうだね、松本さん。確かに松本さんに採点してもらうって面白いかもね。いいよ、やってあげるよ。わかりました、ちょっとこれは松本さん見てるね、 YouTube、うん、ちょっと連絡取って出てもらいましょうか、うんうん、ファッションダウト1個だけ外れてしまいました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。